大声で、おならごまかそうとして、大声出した後におなら出た感じですよね。皆さん、インポスターのキルってのはそんな下品なもんじゃないですよ。もっと崇高なもんですから。インポスター来ねえ。全然来ないね。エンジ青。シュッ。ダン、よっしゃ、いいっすか、ごめんなさい、アドミも何も見ずに運営しました、すいません、畑迫さんに殺されると思って、カメテリアで、ごめんなさい、近寄ってきたんで、ごめんなさい、そんな、よかったです、しなくしなくて、なんか、それはただ、殺意を感じたって感じですか、ね、弁当見たとか、いや、殺意の波動です、すいません、殺意の波動、波動は結構でかいっすよ、でも、まとってました、ごめんなさい、でも、違うかったです。実際どうなんですか、それ言語化できそうですか、マシャカリさん、その殺意を。まず言語化は無理で感覚論でいいですか。じゃあダメですか。じゃあ僕釣りですか。ごめんなさい、ちょっとそれは出しちゃったかもしれないですね。え、出しちゃったかもしれない。波動出しちゃったかもしれないです。じゃあロラストック。熱いロラですか。ちょっとやめてください。熱いロラ。まあ平和ということでよかったです。まあいいじゃないですか。号機ってことしか分かんなかったな。まあなんか、そもそもがダメなボタンではないので全然。そうですね。理由はどうであれ。いや、むしろいい。むしろ。全然ないんですしね。やった、めちゃ褒められた。右上に言ったんじゃないよ。慌てすぎなんだよな。僕は初動結構カフェテリアの机拭いてたんですけど。それは、はい。どっかで聞いた。でオラフ君が右上のタスクやってるのを確認して、で僕ウェポンの方まで流れたんですけど、はい、停電になったからオラフ君が死んだら困ると思ってオラフ君の方に戻ったらもういなくて、あ、じゃあ僕もそこのタスクやろうかなと思ってタスクやって、マシャカリさんがウェポンから来てっていう今の流れです。なるほど。じゃああれか、そのあれか、オラフさんを探す覇気を、ね、殺意の波動と勘違いしたことですね。こっちか、オラフさん先端さんといたよ。波動ミスか、すいません、うん、申し訳ない。波動ミス。ラクンアドミンですよ。ちなみに。ああ、なるほど。じゃあ、よかったです。生きてます。元気ならよかったです。うんうん、はい、次のターンも。おじいちゃんとおばあちゃんみたいなこと言うじゃん。次のターンも生きて会いましょう。ラクン孫。よかさっき黒ナビまで来てちょっと遅れちゃったかな。黒青では行った方がいいな。オレンジ青、オレンジ青緑、孫おじいちゃんに会いに行くの早すぎるやろ。あんなこと言わなければ。アドミンの、ダウンロードの左の、なんかウィンウィンウィンってやつあるじゃないですか、つなぐやつ。あそこの目の前で死んでました。アドミンね。はい。あれ、マシャカリさんってエレクトリカル、アドミン一緒に出なかった？いや、出たんですよ。で、ナビゲーションじゃない、ストレージか、ストレージでウィンウィンやって、で、あ、もしかして死んでるかなと思ってみたら死んでました。波動ですかこれが。これもじゃあアドミン出たタイミング一緒だったら結構いたと思うんですけど、オラフ君と僕と、そう下行った人絶対できない。あ、ゲンと、ピカさんは無理だと思います。あ、無理です。停電の方に行きました。ピカさんが停電の方に行かれたんで、私ロアの方に抜けました。そうですね、それはそうです。魚さん、センタンさん、畑底さん、サントスが右側のこの字くらいで見合ってるから無理です。物理的に無理です。ベント使わないと無理です。ベンサピカクロスさん無理、メイヤさんも無理か、畑底さんとセンタンさんも無理。オラフ君も無理だよ。オラフ君、オラフ君死んでる。オラフ君死んでるんだって。オラフ君一緒に出なかったっけ。出てない。オラフ君は
あれなんですよ、ずっとアドミンの方で佇んでて、で僕が心配して見に行ったら死んでたっていう。まずはゲンさんとピカさんか、うん、ゲンさんとピカさんと僕で、アドミン出てストレージの方に行ってだよね確か。いや、まあ、メイヤーさんは見てないけどね。ピカクロスさんとゲンさんがもう一人、もう一人白勝負できる人いますか？ピカクロスさんとゲンさん視点でもう一人白。あ、無理ですね。我々二人で抜けてるので。白起きできるのは誰ですか？もう一人。それだけ？二人だけ？お互いだけ？二人だけ？お互いだけ？視界悪くてピカさんぐらいしかゲンはギリ死人できたぐらいでした。そう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 。じゃあその先にセンターがいたってことで合ってる？ん？そうなんですか？いや、なんか証明してほしそうなものいいじゃなかった。いや、別に。いや、僕はロラスタイナーと思って。ああ、そういうこと。そう。あ、まあ、マシャカリと誰よ。マシャカリ。メイヤさん？え、待って待って、マシャカリさん視点俺絶対無理だと思うんだけど。わかんない。で、電気消したから誰がどうなったか、その下行った人からわかんない。だって俺出てるよ、ストレージの。あ、それは見た。まあ、表入ってる3人、ロラでも。いいっすけどね。まあ、あれ、一回ボタン押そうか。ここ押せないで誰かお願いします。ウェポン行けばよかった。ああ、まあ、間に合うか。白。あ、スナファイさん無理か。追い越さないといけないのか。まあでも二郎だったらありえるからな。はい。ちょっと俺、視点離させてもらえないですか。はい。いや、いいっすよ。アドミンのところでタスクをやってて、オラフ君と、うん、マシャカリさん、ピカさん、ゲンさんの5人でいたんですよ。で、アドミンの下ストレージの方に、僕とピカさんと、ゲンさんと、マシャカリさんで一緒に出たと思ってたんですね。俺は停電の5人で出ましたっけ。うん、まあそれぐらいはいたと思う。マシャカリさんがストレージ上の配線タスクをやってるところまでは一応私は死にしてる。あ、じゃあだとしたらマシャカリさん視点って俺がそっちに戻ってないと無理であって、そうだと思うんですけど、電気消えたじゃないですか。はいはいはい、はい、僕道とか見えないんですよ全然。そのずっとタスクやってたから、その間に行かれたら分かんないですね。いや、まあ行くの正直やばいと思うけど。数秒ですよ。場所どこでしたっけ。あ、アドミンです。アドミンの左上か。そうですそうです。あ、この字の、はい、はい、オラフ君、オラフ君と一緒に出たとか言って、オラフ君死んでんの。で、僕のセルフだったらいっぱい人いて、僕戻ってアドミンですって言ったら、もう僕が殺したのすごい、ちょっとさすがに自分でもあれですけど、ちょっとおまぬけかなと思うんで、ちょっとそこだけ、まあセルフって言われてもしょうがないけど、まあちょっとあんまり進む議論じゃなさそうだから僕話すね、押してるし。あ、そうですね。スナッパーに入った影響って誰からですか？私です。ああ、理由は？え、ロラスタイから3人。なんでスナッパーが名前入ってる？対象になる理由は何ですか？え、ウキイチだから。僕が絶対無理なのはメイヤさんが証明できるはず。え、僕？ちょっと左でしょ、僕見てる。ああ、ちょっと左行ってる。うん、行ってる、行ってるけど、行ってるけど、でもメイヤさん、僕はメイヤさんに投票してるんです。メイヤさんが、でも、アドミン行ってるから、まあ、後続でもありえるかな、今の話聞いてても。まあ、ありまだから、それだったら、メイヤさんの視点で俺の名前を出さないんだったら、スナパイメイヤもありえるっていう理由なら、俺はメイヤさんに投票してる。まあ、あんまり、ロラだし。スナパイさんだし、マシャカリさんに投票する理由そんなないから、今んとこ。あ、ありがたい。あらー、あらー、そうなんの。これスキップですか。ロラじゃないですか。スナパイさんに入れました、ボタン押したんで。ロラ間に合わないですよ。 3回追放しないといけないんで。ロラがインポスターか。じゃあスキップが。素晴らしい。スキップ入れた方誰ですか？はい、俺スキップ入れました。なぜ？
わからないから、マシャカリさん、スナパイさんが俺に入れる理由もわかんないし。え？あ、僕。マシャカリさんもスキップ入れてるの？え、その、入れました。その容疑者の人たちの方がロラしやすいんじゃないですか？どっちかっていうと。そう、ロラしやすいのに逃れてるってことは、そこの中に2両いるんじゃないかと思ってた。ねえ。ちょっと、じゃあ、スキップ入れてください。優先的にローラしてもらいます？やっちまったか、これ。白いんだけどな、僕。白くないか、そこローラして。僕らの目線では、第一なんか右にナビゲーションに行った先端、サントス、魚は、あ、サントスさんだよね。サントスさんだったっけ、うん、が、犯行がまずできません。あの、片方の一歩差の可能性はあるけど、まずできない容疑者で、うん、今回の容疑者って、マシャカリ、メイヤ、おそらくスナパイさんが入ってくるぐらいなんでしょ、ウッキーって。なんか、スナパイさんが入ってくる理由が、これさ、あんま腑に落ちない。なんだけど、だったらマシャカリ君の目線だったら、メイヤ君に入れなきゃ、と思うよ、俺は。それを言うんだったら。だって、犯行できる人っていなくない？ん？ちなみに、畑迫さんは？僕右に。畑迫さん右に見てる。畑迫さん右できない。あ、じゃあ4人右ね。OK だった。うん、それだったら、うん、ちなみにちょっと今更なんですけど、右の人絶対弁当は否定できますか？あの、この字の。僕は見えてないですね。停電になったから、ね、一緒にいた人とか。ただ時間帯考えて無理だと思う。私が一番下に先抜けてるから、私を一番疑い位置にあると思う。弁当使える。で、私は。で停電直ったと思うんですよ。ピカさん結構早く直していただいたんで。なんで、ファーって明るくなった時にセットでいた方は弁当使ってないって考えていいんじゃないですか。魚さんがナビゲーション上タスクやってるのをギリギリまで見てたんで、魚さん無理だと思います。あ、そうだ、いたんだ。あ、そうスナパイさんが初動左に行ったっていう理由だけで、僕がその情報を出さないから僕が怪しいって、なんかちょっと無理やりすぎませんかって思っちゃう。それも。ただ、メイヤさんだったらなんかもう、下行って戻ってまた殺してるっていう、すごいやばいことしてるから怖いですよね。そんなことする？どっち？マシャさんかメイヤさんか合わせたいけど。じゃあ、疑われてんなら僕、メイヤさんにぶち込む。ショーでボタン押したし、まあ、僕死んでもいいけど死にたくない。いや、僕じゃないんすよ、マジで。そう、マシャさんが言ってたけど、俺戻ってわざわざやるっていう。やってたら、すげえ心臓がやべえ。やってないかな。マシャカリさんには共感できるな。です。色弁当まあまあ考えなくていいと思うけどな。僕落とすんですかね。しょうがないですけど。うん。うん。残念です。いや少しだけ話すと、マシャカリさんの多分死体発見までの流れが僕はインポスターに見えてないですね。じゃあスナパイさんから釣りましょう。あのそうだね、マシャさんよりかはやるんだったらスナパイさんかなとは思うぐらいですね。同じか。そうなんや。ピカクロさんずっとそう思うんだ。え、サントスさんさっき2択提示してませんでした。どっちにしますかって。メイヤさんかマシャカリさんの、うん、その2色を追ってます僕は。スナパイさん、サントスさんの。あ、それはなんで、うん、スナパイがそこまで疑われているのってどこに起因してるの？浮き位置だから。なんか僕がな、うん、僕は何を言ってもそれだけで釣られるんだったら、これ以上はもう議論しない方がよくて、スナパイ釣ろ。あ、俺はね、スナパイさん擁護したくて、スナパイさん浮き位置なだけで、いや、ちょっと待って、今回の犯行に、俺、スナパイさんって関与してんのかなと思ってて、してなくないって思うから、だったらマシャカリ、メイヤーをローラーした方が俺はいいと思うんだけど。あとピカクロス目線、はっきり言うと、メイヤーさんがインポスターだなと思っていて、あの消極的な理由でマシャカリさんとスナパイさんだったら、マシャカリさんの方がなんか行動としてインポスターだったらちょっとまずいかなと思うから、スナパイさんかなって思うぐらいなんだけど、私、スキップでもいいよと思うよ、割と。じゃあごめん、いい？俺から一つだけ今日の提案だけさせてほしいんだけど、今日スナパイかスキップの2択にしてください。じゃあスキップする。いや俺はスナパイさん入れるぐらいだったらスキップするよ。だってスナパイさんの犯行の可能性ってさ、初手左行ってるんでしょ。で誰にも視認されておらず、例えばカフェテリアの弁当からアドミン入って殺したとかっていう推理をする人だったら分かるんだけど、それすらも出ないっていうのは俺ちょっと違和感があるから。スナパイは自投票しました。いや普通にだって歩きで、アドミンに入って起立して、アドミンの弁当とか
まあ、ちょっとね、できるできないの話だったら、俺は何の反論もできないので、そうだよ、釣りたいか釣りたくないかの皆さんの意思を今日問いたいわけだ、うん。なんか、それの話をしたら、多分さっき話した、マシャカリさんが言ってた、メイヤさんが往復射説だって、それ、メイヤさんできると思うよ、私、停電して、戻ってきるして、抜けるっていうのは。そう、やるのはでもすごいなと思うけど、アゲンスナパイさん投票にしました。あ、サントスも入りました、スナパイさん入りました。警戒、はい、警戒にしますか、じゃあ、白角ってわけじゃないと思います。はい、ないんだ。うん、じゃあそうか。二択がまだどうだったのか。マーさん、サントスさんはスナパイさんをする必要ないと思ってた。まあ、ただサントスさんに関しては今日になって変わってたかな、意見がな。こういうとこ。より緑。あ、後ろ。可能性の話するんだったらもうそれこそ追放しなくてよかったですけどね、それだったらね。可能性を潰すためのものだから。これ、青白、チャッキ。頑張れ、頑張れ。走れ、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 走れ。はい、動いてるの確認したんで。うんうん、はい。合ってます。あれですよね、シールドの位置が動くかどうか見てました、ね。あ、そうそうそう、シールドの位置動いたから、はい。それで押しに来ました。おっしゃる。ナイスです。これを落ちてると見ますか、じゃあもう。だったらもう決め打ちでいいと思います、私は。うん、さん。なんで今まで釣ってないから、もう釣らない方針の方がいいのかなっていう、うん。すげえな、あれで殺すんだ。怖っ。まあ、でも一応上がっときたいんだけど、スナッパイスキップの日の投票、もう一回いいっすよ、投票した人教えてほしい。てか、ちょっと、ごめんなさい、いいですか。インポスターの心理としては、メイヤーさんで落ちててほしい、落ちてると思ってほしいので、かなり消極的になるはずなので、あ、うん、そう読みますね、ダンさん。僕、そう読みますよ。なるほど。なるほど。だって、メイヤーさんでせっかくロラストップしてるんだから、ロラ対象に特にインポスターがいる場合は、キル結構怖いと思いますよ。はいはい、特にロラ対象の人たちは、ダブルキルなんて起きちゃったら、ね、ロラ続行されるから、いやちょっと待った、ね、スナパイに投票した人、例えば今後俺が死ぬことで白証明ができた時、スナパイに投票してた人を今のうちに洗っておかないと死んだ人の投票先が分かんないから、それを表すとそうしましょう。はい、すいません。ゲントさんとさんまで、ゲントさんとさんまで確認できます。私も入れました。あとスナパイです。このじゃあ3人、ゲンさん、サントスさん、センタンさん、残りがスキップ。ちなみに僕、はい、ずっとスナパイさん入れてます。ずっと永遠に入れてます。聞いてるってば。まあなんか聞いてる。マシャさんが殺してセリフしてメイヤさん近くいて、お互いに絞りきれなかったパターンの気もうっすらしてますけどね。なんとちょっとそれの話するんだったらロラした方が良かったですけど、まあ、でもしない結論になっちゃったからいいと思います。思ってるだけっていう感想よかった感想です。私はスキップでいいと思う。昔、うん、ね、可能性はありそうですね、先生。なんか、そう、あの、まさかりさんのセルフだったら、メイヤさんごめんって、私、謝ろうかなと思います。あ、ちょっと切っちゃったので、そのパターンを。大丈夫ですよ。白っぽく見えるんだけどね。警戒しとこう。スナパイさんが犯人だったとしても、結構絶妙なタイミングで、キル捨てるっていうのはまあ間違いないんじゃない。ただマシャカリさん目線難しそうっていう証言が出てたから、そこはちょっと気になるんだよな。メイヤさんが難しそうなんでしょう、ちょっと気になるんだよな。やだ、決意がなら切りたい。1位
はごめんなさい。 B マイナスなのだ。よくないな。 B マイナスのあなたは、あ、見えました。見えとこで殺してんな。エレクトリカルの入り口でゲンさんが殺しているのを見えました。見えました。見えました。あの、そう見えました。停電で視界狭かったんですけど、ギリギリの視界で見えちゃいました。マジかー。ゲンさんでした。ゲンさんっぽかったですね。僕スナッパーに殺したかったゲンさん。まあ。釣りたかった。いや、ちょっと。これ操作ミスとか、そう類いな気がするけどな。もうすごい、僕も発見したんですけど、一応言っとくと、エレクトリカルの入り口の右側、ゲンさんと死体がなんか2秒間ぐらい見つめ合ってた。ね、そんなにえって感じで。で、上からサントさんと、誰だっけ、あたさこさん。僕です、あたさこです。あたさこさんが直してました。で、上から来て発見。中間地点になってしまったな。もう直るの早かったですか、これもしかして。あのね、そう、停電中だったらまだよかったんですけど、多分治ったんですよね。治りましたね、治った直後ぐらいにキルしちゃったもんで、死にされちゃったんですよ。治ってなかったら、停電直しに来た方は全員容疑者に出し逃げるつもりでした。はい、よか。しかもなんか光が広がったから、逆になんか見やすくなるタイミング。一番いいタイミング。いやー、ちょっとなあれ、ね、あれですね、ケンさん、大声で、おならごまかそうとして、大声出した後におなら出た感じですよね。皆さん、インポスターのキルってのはそんな下品なもんじゃないですよ。もっと崇高なもんですか。確かに。ということで、しかもマシャカリさん死んでるならそうだね、よかったですね、視点がすっきりして、うん、マシャさんごめんね、先に謝っとく。マシャさんごめんね、確かに、うん、結構ボタン消費いい感じだったんですけどね。ヤクラスさんとゲンさんしたっけ、最初白証明してたのが。あ、はい、そうです。けどまあ初日のキルはまあ物理的に無理ですよ。あ、そう、そもそも無理なので、はい、無理だ、原産が浮く、弾かれるのはしょうがないと思います。うん、そこはもう、メアさんに背負っていただいたんで。うん、いやー、すみません。原産、マシャカリさん、ナビゲーションに2人いるのを見てて、大丈夫かなって見てたことは。あれ、よかったよ。まあ、手汚してないんで、白いな、当然です。手汚してない。原産、ごめんなさい。いやいや、もう。メアさん、怖っ。いや、いいキルしたと思ったんだけど、ダメだ。戻って殺したの。すごいな。絶命だろ。マシャカリさんして見えなかったんだ。うん、全然見えてないっす。いや、マシャカリくんが戻ってきたことが誤算か。そのままエレクトリカル行けばまだ。なんか殺気を感じたから死んでるかなと思って言ったら死んでました。うん、いや、マシャカリさんの行動順番で考えても、アドミンにタスクが発生しない限りは行かないはずなんで。うん、そうなんですよ。うん、これ一回部屋変えた方がいいかなと思って。確かに皆さん3連続する。うん、そう、ちょっと次はロタ。ロラがあれば、さっきのキルとかもまだ、ね、直す方が減ったりとか、いろいろね、条件も変わってくるんでしょうけど、ちょっと人が多すぎましたね、今回は。いや、申し訳ない、マジで。サプライさんと44が噛みかかっちゃいましたね。ですね、サプライさんと44になった日が割と分かれ目かなと思ってて。嫌な予感が。そうですね、あの日、連れた方がみんなしてもスッキリするかなと思って、あの2択を提案したんですけど。はいはい、あれで6人番目とかにできてたらかなり私も暴れられたかなっていう気がするんですが、やっぱり村の皆さんがなんかしっかりされてましたね。うん、よかったですマジで。いや、俺だけ釣られると思わなかったですもん。マシャカリさん絶対俺いや白が証明してくれると思ったけど、ヒルが怒った時にハタサコが配電盤の前にいたのも死にしてたから、ハタサコだけは絶対に無理ですって言おうと思ったら、うん、あ、もう見られてたんだ。だから本当にレポートもね、ちょうどついたよね、治ったぐらいで。僕人は別にメアさん黒くなかったんですけど、できるのがメアさんぐらいで、そう、ね、でローラって言われたら、じゃあメアさんかって。でもよくやるなと思って、うん、めちゃくちゃ共感できたの、マシャカリさんの位置には、うん、何をしに来たんだと思って怖かった。もう結果ね、ちゃんとフラグ回収してくれましたからね。そうか。オラフ君は絶対、オラフ君かハタサコさんを絶対にこれはやんなきゃいけない流れなんだろうなって思って。そんなことないですよ。トレーナーが意識しすぎでしょ、実況が。